ネットの上などは大きいものであったりこうメインになるようなものを一つ決めてからこう周りのバランスをとって飾ることが多いですね。そういう時はこう高さが同じものにならないように隣り合わせになるものがっていうのをちょっと気をつけて置いてます。ダイニングテーブル周りとかソファー周りに絵を飾るときはダイニングテーブルの中心とかソファーの中心とかそういったところをまず基準に複数飾るときとかも、まあ、真ん中を中心を合わせるとかっていうふうにして飾るとバランスが取れます。例えば絵だけではなくてオブジェのような立体のものと一緒に組み合わせるとまた違った表情になるのでこういう使い方もおすすめです。